名古屋の東山動物園。昭和12年、日本で初めて放し飼いを始めた動物園です。ここは日本でも規模の大きい方で、面積166,000平方メートル、337種1760頭の動物たちが見物人に愛嬌を振りまいています。この東山動物園では今3匹のゴリラが人気の的。ここを訪れる人たちのほとんどがゴリラを目当ての見物客です。3匹のゴリラの中で一番大きいのはオスのゴンタで、身長133センチメートル、体重は115キログラム。次がメスのオキで、141センチメートルの108キログラム。そしてこれもメスのプッピーは、身長133センチメートル、体重が105キログラムです。このゴリラたちも昭和34年、はるばるアフリカからインド洋を越えて日本にやってきたときは生後1年半。今一番大きいゴンタでさえ体重 8.5kg しかありませんでした。それから6年、日本の風土にすっかり慣れた今はその生育も順調です。こうした成長の陰には、最初からこのゴリラの飼育を手掛けてきた飼育係浅井力蔵さんの努力があることを忘れることはできません。絶えず3匹のゴリラたちのボスとして、また仲間として、ゴリラになりきっての毎日がゴリラをチンパンジー以上に手なずけるという成果を生みました。今ではもうすっかり動物園を訪れる人たちのおなじみになってしまったゴリラショー。
ゴリラを思いのままにしたいという浅井さんの気持ちから昭和38年から始めたゴリラの訓練だったのですが、今ではそのレパートリーも16。1日1回動物園のお客さんへのサービスとして行われるゴリラショーとまでなりました。ゴリラの器楽合奏はこのショーのメインイベント。得意満面なこのゴリラトリオをご覧ください。ゴリラにもリズム感があるのか、足で拍子を取る沖です。不器用なゴン太は、なかなかうまくラッパが吹けません。浅井さんも汗を流しての大熱演。浅井さんのアイデアによる拍子木は、実は音に怯えやすいゴリラに他の音を聞かせまいとする苦肉の策なのです。この動物園でゴリラを飼育するのは初めてなので、その取り扱いも慎重です。浅井さんの意見をもとにして園長さんを囲んでの打ち合わせ会もしばしば行います。ゴリラショーのこと、病気のこと、中でも話題の中心はゴリラの餌の問題です。動物園では野生のゴリラが食べる餌を実際に与えることは不可能ですし、まして自然と環境が異なる動物園とあってはそれなりの工夫がいります。ゴリラの餌は普通ネギ、トマト、ジャガイモなどの野菜、バナナ、リンゴといった果物、それにサトウキビや牛乳、卵が主な献立となっています。ゴリラの食事は朝晩の2回、夕方の餌は特にたっぷり与えます。ゴリラ舎の一部がゴリラの餌を作るお台所になっていますが、ここで浅井さんは私たちの食事と全く同じように手をかけて調理します。ネギは根を切り、
先の方の枯れたところをちぎります。じゃがいもはよく水洗いしてから適当な大きさに切り、塩で味付けしながら茹でます。バナナも傷んだところを切り取るなど、これはもう餌というより食事と呼ぶ方がぴったりです。そしてゴリラたちが一匹一匹決まった量を食べるように目方を測ります。さあ、ゴリラたちの夕ご飯が出来上がりました。今日の夕ご飯はまずトマトからです。礼儀正しい食前の挨拶、いただきます。トマトの次はネギ。ゴリラの食事で何より大切なのは、一匹一匹にきちんと決まった量を食べさせることです。拍子木を叩いてしっかり食べようと励まします。また、あ、まだまだ、あ、またしっかり食わんか。そしてゆっくりとよく噛んで食べるようにすることは人間と同じこと。今度はじゃがいも。浅井さんの食事のしつけは特に厳しいようです。ゴリラが嫌う餌も栄養を偏らせないために無理に食べさせます。ゴン太の大嫌いなピーマンなど、さも美味しそうに自分が先に食べてみせます。こうした愛情の積み重ねの結果が、今ではゴリラが自分の食べ物を浅井さんに食べてくれと差し出し、また浅井さんから口移しにもらうという、動物の世界では全く驚異的な習性を生み出すことにもなったのです。
2時間ほどかかる長い食事の時間、ゴリラが食事に飽きないようにするために中休みをしてゴリラと一緒に遊んでやるということも考えました。一息入れてまた食事です。澱粉として必要なパンもゴリラが食べやすいように蜂蜜を溶いた水で練って与えます。また繊維質を取らせるためにサトウキビや時にはバナナを皮のまま食べさせます。食事が済んだ後、しばらく浅井さんはゴリラの相手になってやります。背中におんぶしてやったり、相撲を取ったり、食後の運動を兼ねてのゴリラとの遊びの時間です。こんな浅井さんにゴリラたちは心から懐き、浅井さんが一日の仕事を終えて帰ろうとするときには、もっと一緒にいてほしいと浅井さんを引き止めようとするのです。夜更けた動物園の事務所で夜のしじまに染み渡る動物たちの鳴き声を聞きながら、浅井さんは一人観察日誌を記します。今日一日のゴリラたちの生活を思い出しながら、どんな小さなことでも忘れずに書き込みます。もうゴリラたちは静かな眠りにつき、遥かな母の国アフリカの自然を夢に見ている頃かもしれません。
この東山動物園のゴリラたちにかけられている最も大きな期待は、この飼育係の浅井さんとのつながりが一体いつまで続けられるのだろうか。そしてまたこのゴリラたちの間に芽生えるかもしれない愛情の結晶はいつできるのだろうかという二つにかかっています。一日とたくましく育っていく3匹のゴリラ、ゴン太とオキとクッピーに、私たちはこの2つの期待をかけながら、その成長を温かく見守ってやりたいと思うのです。